道人身事故ニュース速報です。2021年9月30日9時53分頃、 JR 宝塚線の北伊丹駅から川西池田駅で人身事故が発生した模様です。 JR 宝塚線での人身事故は今年1件目です。現在被害者の状況などは分かっていません。以上、鉄道人身事故ニュース速報でした。私、ゆいがお伝えいたしました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ツイッターもやっています。フォローお願いいたします。